シクロヘプテンは分子式が C7H12 の7因間のシクロアルケンである。因果点は摂取6.7度。有機化学における原料とポリマー合成におけるモノマーとして用いられる。シストラン水生体を有する。消防法による第4類危険物第2国有類に該当する。シクロヘプテンにおいては止水生体がよく仮定されるがトラン水生体もまた存在する。 有機合成化学におけるトランスクリプション。シクロヘプテンの合成方法の一つとして、シスシクロヘプテンと安息抗酸メチルの混合物に紫外線を引く、摂氏35度で照射する一重光光増感が挙げられる。トランス異性体中の二重結合は歪み、エネルギーが大きい。一般的に、アルケンに直接結合している原子は、すべて同一平面上にあるが、 トランスクリプションシクロヘプテンにおいては、自身の管の大きさのために残った3個の炭素原子が結合して管を閉じるために十分接近することができないため、アルケンとそれに結合した2つの炭素原子が、そのような気化的正常を保つことができない。正常を保つには、非常に大きな結合角や、非常に長い結合の長さが必要である。 歪みはあるケに直接結合した二つの炭素原子の平面三角形化とそれらの相対的回転によりある程度緩和される。二重結合のピラミッド価格は37度と見積もられている。P 軌道のズレは30.1度である。シ,スシクロヘプテンはギロクイン管であるため、椅子型とねじれ船型の二つの安定ハイザーで存在すると考えられている。椅子系ハイザーがより安定である。 トランスクリプションシクロヘプテンの安定ファイザーはネジレイス系である。ありがとうございます。